北海道中央バス新営営業所。北海道中央バス新営営業所は、北海道中央バスが、北海道小樽市新営1丁目7の7に、設置する、バス事業部に属する、営業所である。小樽整備工場、ニセコバス小樽営業所を併設する。1965年12月10日に小樽ターミナル営業所として、小樽市色内1丁目に開設され、 1972年3月21日に、色内営業所に改称。1973年12月24日に、小樽駅前へ移転し、小樽駅前営業所となったが、翌1974年7月10日に現在地へ移転し、新営営業所に改称されている。主に、小樽郊外線、定期観光バス、都市間高速バスを担当する。下記のほか。 大営業所が主担当の路線を運行する場合や、下記路線を大営業所が運行する場合がある。2020年12月1日現在札幌市より、札村自動車道を経由し、小樽市及び家を結ぶ都市間高速バス路線の詳細は、札村線を参照。都市間高速バスの廃止路線については、札村線も参照。小樽線と観光貸し切りの一部を担当する。 ニセコバスを参照、ありがとうございます。